スガキヤ食品全国麺巡り奈良天理ラーメン、ノンフライ麺に液体スープとかやくがついています。麺は幅2ミリ強で細めです。舌触りや歯ごたえがしっとりとしていて穏やかで、鋭さや硬さは一切ありません。快活な印象ではありませんが、上質な仕上がりで、100円近辺のノンフライ麺とは別格の仕上がりです。スープはやや濁り感がある醤油味です。白菜やニンニクをじっくり煮込んだような、野菜とポークの旨味がよく出ています。唐辛子の辛さは柔らかく、強く尖った刺激はありません。自然な味で、一晩置いたスープのようなこなれた味になっています。具の白菜や豚肉はリアルな香りと食感があって、ありがたみが大きいです。ニラの香りも効果的です。これ見よがしな派手さはありませんが、麺もスープも具もじっくりと丁寧に作られているように感じました。みんな大好きトントン。